声援を巻き起こっておりますが、さて支社長の手には山賀ビールがございます。ということはこれから3人で乾杯をしたいと思うんですけれども、皆さん山賀ビールもしくは他ビール持ってらっしゃる方、一緒に乾杯できたらと思いますので、ご準備よろしいでしょうか。そして乾杯のご発声は片山正人ホーム担当にお願いしたいですが、よろしいですか。はい、あ、はい、頑張ります。はい、では皆さんビール片手にご準備よろしいでしょうか。もういいんですね。いいですね、大丈夫ですか。まだ買われてる方います。大丈夫ですか。あ、ではまだ買われてない方はあの格好だけでもちょっとよろしくお願いいたします。では片山、はい、ホーム担当よろしくお願いします。はい、今日は暑い中集まっていただいてありがとうございます。今日は何の因果かね、相手がコンサドーレ札幌ということでね、背中にね札幌ビールって入ってる、絶対負けられないと思います。本当に今日皆さんでここで一回盛り上がって、試合でも皆さんで盛り上がって、試合後には本当に美味しいねビールを飲んでほしいと思います。それでは今日山賀の、勝利を願いまして乾杯。乾杯。いやー、オフィシャルカメラマンも大変ですね。仕事終わった後ね、ビールあるんでね。もう汗だくですよね。早く山賀ビール飲みたいですよね。それではですね、まずお二方揃っていらっしゃるんですけども、本日、はい、コンサドーレ札幌との戦いとなりますけれども、はい、本日の試合で期待する選手挙げていただきたいと思います。まずは八木社長、期待したいと思う選手っていらっしゃいますか。やはり、チームの得点を船山選手に期待したいですね、はい、そうですね。船山選手はですね、以前ハットトリックも決めましたもんね。ぜひ本日も、はい、得点をしていただいて、あのね、ハットトリックした後まだ1点も取ってないと思うんで、あれ確か16節ぐらいやったと思うんで、あちゃーですね。今日が多分もう25節ぐらいになってると思うんで、そろそろ彼もね、そうですね、得点欲しい頃じゃないかなと。そうですね、はい、でもね、なんかね、京都戦の時にもね、船山選手ちょっと惜しい場面、そうですね、得点の以外の部分ではかなり貢献してくれてるけど、やっぱりフォワードなんで、あ、そうですよね、はい、今日はやってくれると思います、ね、本当京都の時も最後ね、惜しかったですね、惜しかったね、塩澤さんから上がったのね、もう来たーと思ったんですけど ね、だからね、今日はそれを確実に ね、そうですね、決めてもらいたいですよ、ゴールネット出してくれるかなと思ってますんで、そうですね、ぜひと思います。で、そしてですね、本日キリンで開催ということなんですけれども、はい、まず八木支社長にちょっとお伺いしたいことがございます。はい、キリンビールマーケティング株式会社様では以前から松本山賀 FC をサポートされていらっしゃいますけれども、はい、まずどのような思いからサポートをしたいと思ってされているんでしょうか。私たちキリンビールはですね、地域密着というのを戦略の大きな柱にしてまして、私去年の秋に松本に赴任してきたんですけども、その時初めてアルウィンに来まして、本当に老若男女皆さん緑のユニフォームを着て3時間前から並んで、で、試合が始まると同時にですね、やはり熱く応援している、姿を見た時に、であるサポーターから言われたのは、八木さんと、松本山賀は松本の2週間に1回のお祭りなんです。それ聞いた時に、これは本当に地域に密着してるね、根ざしてるソウルになってるね、やっぱりスポーツなんだよなと思って、これはやっぱりサポートしていくというのが面々とですね、続いてまして、私が着任してからもそれは変わってないので、やはり松本の夢である松本山賀のね、実現のために、夢の実現のために、これからも、精一杯力いっぱいサポートしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。必ず夢を実現しましょう。頑張りましょう。いや、頼もしいですよね。やっぱりキリンビールさんがいらっしゃるだけで全然違いますもんね、片山さん。いや、もう全然違いますね。キリンビールさん、僕現役時代の頃ね、ポスターにね、中心に使っていただいたっていう経緯があって、そうなんですか。もうその時から本物、このご縁が続いてるんですけど。